知っとるね学ぶくん、肩学ぶくん、おはようございます。おはようございます。お願いします。肩肩肩肩肩曲がり。いやいや、なんで急に。肩肩肩絶好調、肩学ぶ。あ、新しい曲。あ、よろしくお願いします。いい感じします。そっだけや。急に来るから、急にさて来るから。詐欺に遭ったことありますか？僕はないですね。私はあります。中華さんのおもろおもろ詐欺にあったことがあります。待ってください。おもろいかなみたいな体で来るけど、実際はおもろないって言って。厳しいな。やめて、やめて、やめて。それはあまり言わない。さっきの言わない。うどんの時もおもろいことするかなと思う。さあ行きましょうかね。さあ行きましょう。 VTR ご覧ください、どうぞ。今日は新型コロナウイルスに関連した詐欺について調べなんてたい。熊本県では振り込み詐欺のことを電話でお金詐欺って言うらしいね。学ぶくんがやってきたのは熊本市消費者センター。案内をしてくれるのは日本体育大学柔道部出身の西さんです。新型コロナウイルスに関連した詐欺って何ね。学ぶも学ぶ。一般市民を狙う詐欺グループは常に時事ネタを使い不安につけ込むのが特徴です。4年前の熊本地震では義援金やリフォームに関する詐欺がありました。それから昨年は平成から令和に元号が変わる改元詐欺もありました。そして今年は新型コロナウイルス感染症に関連した詐欺が増えています。具体的にはどんな詐欺があったと。これまでに相談があったものとしては、注文した覚えのないマスクが代金引き換えで送られてきた、市役所職員を名乗り支援金を配布するので住所、年齢、口座番号を教えてほしいと連絡があったという事案がありました。また一律10万円の特別定額給付金の給付手続きを装った詐欺が発生する恐れがあります。消費者庁では特別定額給付金に関してご覧の注意喚起をしています。市区町村や総務省などが現金自動預け払い機 ATM の操作をお願いすること、手数料の振り込みをお願いすること、そして世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を電話や郵便、メールで問い合わせることは絶対にありません。学ぶくんの家に不審なものが届いたことはないかな。首都圭一という人から毎年しつこくお歳暮が届くんですけど、知らない人なので受け取らないようにしています。それはいい、それいいことよ。違う、学ぶくん、いい行いだね。乗らないでいいから。身に覚えのない商品が送られてきた場合は、商品を受け取る前に商品名を確認し、注文した商品かどうかを確認します。自分で注文した商品でなければ家族に確認をしてください。そして自分や家族が注文した商品ではなく不審だと思ったら受け取りを拒否し、最寄りの警察署または消費者センターに相談をする、そのようにお願いします。とりあえず受け取っておいて後で家族に確認するのはダメとね。受け取りを拒否した場合、宅配業者から発送元に問い合わせが行き、もしも家族の誰かが注文した商品であれば後日発送元から本人に連絡があるはずです。受け取ってから誰も注文してないものと分かった場合は返品の連絡は自分たちでしなければなりませんし、詐欺の場合は相手が電話に出ないこともありますので受け取りを拒否する方がいいです。とにかく困った時は迷わず熊本市消費者センターに連絡をしてください。なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため原則電話のみの相談とさせていただいております。学ぶくんも詐欺には気をつけてね。はい、寝起きの女のおばちゃんとは会わないようにしておきます。詐欺、それ詐欺なんだ。詐欺なんだ。やっぱり市役所の人がうちに来るとか警察の人が来るとかなかなかないよね。だけどそういう時はまず疑ってかかりましょう。それからうちのじいちゃんとばあちゃんにはもう携帯電話持たせました。あ、なるほどね。じゃないと固定電話出らんでって言うとに僕がわざとかけても出るもん。いや、わざとかけない。いやでもやっぱこう留守番電話設定するとかね、なんかそういうことをねしないとね。それでね、じいちゃんとばあちゃんうちはね、うん、絶対に詐欺には騙されんって言ったけどね、
俺がかけた時はね、やっぱね、ほい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 言わすもん。だからやっぱね、ついつい気許しちゃったりするところもあるのかな。だけやっぱ気をつけとかないよね。本当ね、はい、先には気をつけてください。はい。